空港の入り口にあるアン -24 の記念日ユジノサハリンスク空港とは、ロシア連邦がサハリン州ユジノサハリンスクに存在するものとして管理している空港である。空港ターミナル及びその付帯施設は民間だが、飛行場本体はロシア空軍との共用である。ホムトボ空港、アントンチェホーフ空港とも呼ばれる。ユジノサハリンスク空港は、 1945年8月17日に、カラフト豊原市大沢地区に日本軍によって豊原大沢飛行場として建設された。2700メートル滑走路で開港したが、ソ連による接収後に滑走路は3400メートルに拡張された。免税店が存在し、化粧品、ウォッカ、ビール、チョコレート、蜂蜜などが売られている。 2018年9月1日より日本人のほか中国人をはじめとした17カ国の外国人がウラジオストク自由候補により8日までの電子ビザを事前申請することができるようになった2018年10月よりロシア国内の空港名に関する計画が開始され国民投票を経て2019年5月31日にウラジーミル・プーチン大統領がホムトボ空港に サッカーントン・チェーホフを関する大統領令に署名した。この項目の執筆にあたって英語版の記事を参考にしました。ありがとうございます。